はい、今回はですね、セイントセイヤのキャラクターを紹介していきます。紹介するキャラクターがですね、ペルセウスのアルゴルと、もう一人ね、アニメオリジナルキャラクターのスパルタンっていう人物もね、紹介していきます。早速いきましょう。まずはこちらからです。はい、ペルセウスのアルゴルということで、そう、神谷明さんが演じられているんですよね。まあ、このことからしてもね、もうアルゴルっていうのはセイントセイヤの中でも大物っていうことはもう確定事項なのかなとは思います。実際シルバーセイントのエースだとは思うんですよね。まあ、オルフェいるんだけど、オルフェはこの頃要はもう冥界に行って、ある意味セイントとしての務めは果たしていない状況だったかなとは思うんでね。はい、で基本データを見てみると、身長188センチ、体重が83キロ、11月11日生まれの17歳、 A 型です。サウジアラビア出身で、修行地はオーストリアということですね。で主な技としては、ラス・アルグール・ゴルゴニオって、これメドゥーサの、頭の意味なんですけれども、まあここでは飛び蹴り系の技でしたね。はい、あとは、まあ、メドゥーサの盾っていうことで、これはね、相手を石化してしまう恐ろしい盾なんですよ。まあ、目をつぶった相手にも効果があるっていうことで、結構凶悪なんですよね、この性能っていうのは。まあ、この盾っていうのは背中とかね、あと腕とかにセットして使用していました。で次にですね、作中での活躍なんですが、まあ、前の動画でもお話ししたようにね、自分の友達でね、めちゃくちゃね、自分に対してね、アルゴルの強さをね、熱く語ってきたやつがいたんで、まあ、アルゴルって結構印象に残ってるんですが、まあ、瞬と氷河をですね、瞬時に石化した後ですね、まあ、ドラゴンの盾でなんとかね、石化を免れた、シリュウと対決していました。こう考えると、ドラゴンの盾って結構なんていうのかな、アニメ版とか劇場版とかでバンバン破壊されてるんですけど、まあ、結構性能いいかなとは思いますよね。で、まあ、ペルセウスの伝説通り、盾に映る影でアルゴルを捉えようとするシリュウの作戦も通用せず、アルゴルが優勢かと思われたんですが、決心の覚悟で両目を自ら潰して石化攻撃の対策をしたシリュウによって、最後は盾を砕かれて倒されてしまいました。でアニメ版なんですが、アルゴルが登場する回っていうのはね、まあ、彼がシリュウに倒される展開は原作と同じなんですが、まあ、アニメオリジナルの、ね、要素もね、まあ、ふんだんに盛り込まれていたんですよね。まずですね、まあ、アルゴルはダンテたちと、まあ、原作ではダンテとかとね、一緒に来ていたんですが、アニメ版ではシャイナや後で紹介するスパルタンとね、共に、行動していました。またですね、退治したブロンズセイントのメンバーは、原作では氷河とシュンと、シリュウだったんですが、ここではセイヤとシリュウとシュンっていう感じになってたんですよね。で、まあ、シュンとね、セイヤが、石にされてしまってたんですよ。で、これ前にも言ったんだけど、原作読んでいて、セイヤがもしね、アルゴルと戦っていたら間違いなくね、結構不用意なところあるんでね、石化されていた、いるだろうなとは思ってたんですけど、案の定やっぱりアニメ版ではされていましたね。はい。またですね、サンクチュアリから逃げ出したね、セイント候補生をね、石化する場面とか、あと格上のアイオリアとね、結構タメ口で話す場面がね、追加されていたんですよ。まあ、このあたりの設定は仕方ないかなと思うんですけど、前にも話したように、アイオリアってなんか当初からゴールドセイントとして登場したわけではなかったみたいなんでね。はい。まあ、これ気になってたんだけど、やっぱりピクシブ百科事典とかでも言及されていましたね。で、さらにはですね、これだよね、シリュウとの戦いのね、最中にスチールセイントが乱入してきたんだよね。まあ、結果としてはね、ラス・アルグール・ゴルゴニオで一網打尽にね、していたわけなんですがね、アルゴルがね。まあ、この乱入はね、ちょっとって思いましたね。これアニメから入っていればシリュウがね、大ピンチだったんで、助けに来てくれたんだっていう結構盛り上がる場面だったかもしれないんだけど、原作を先に知ってる場合っていうのは、ひょっとしたらその戦いにね、水を差された印象を持ってしまったかもしれないですね。自分もね、アニメで見ていた時は特に何も感じることはなかったんですが、小さい頃ってこともあったんで、原作の流れを知るとやっぱこれ見直すとうーんとはなっちゃいますね。やっぱ個人的にシリュウのベストバウト候補になってくるんで、自分はやっぱシュラかアルゴルの戦いかなとは思ってるんですよ。あと細かい点では、アニメではメドウサの盾っていう表記でしたね。
で次にですねスパルタンですね。はい、まあ、あのキャラクターボイスはね千葉茂さんっていうことで、要はね、まあ、アルボルと共に登場していました。そういう点ではね、スグルとアタルなんですよね。筋肉マンでいうと北斗の拳だとジャキとケンシロウになってくるんですけど、ちなみにこのスパルタンはね、階級や守護星座は不明です。まあ、アニメオリジナルキャラクターにはよくあるパターンなんですが、でね、サンクチュアリ1のね念力のエキスパートってされてるんですが、まあ、この辺りはしゃあないね。ムーとかいますからね。はい、ね、まあ多分ムーが最強かなと思うんだけど、まあただね、ファンの間ではこのねスパルタンってかなり強いと評されることもあるみたいですね。まあ、確かにお前ジャミールの戦士かって思うような戦い方はしていました。まあ、しかしですね、シリュウを羽交い締めにして石化させようとした際ですね、シリュウが回避したため自分自身が石化されてしまったっていう、ちょっとドジな感じではあったんですよ。ただまあアルボルが倒された後石化は溶けていたんですが、まあここでもスチールセイントとちょっとね一戦交えた後ですね撤退をしています。その後はなんか登場してないみたいですね。はい、でまあ、次にちょっとこちらも紹介しておきましょう。ミルファクですね。これ誰かっていうとセイント星オメガに登場していたんですが、水の遺跡を守るシルバーセイントとして登場した、まあ、ペルセウス座のね、セイントですね。はい、まあ、先代がですねドラゴンのシリュウに倒されてしまったため、まあ、リベンジの意味合いも込めて劉邦と対決するんですが、返り討ちにあってしまいました。まあ、ちょっと未来系になったね盾のデザインはね、演出次第ではまあちょっと不気味さもね出せたと思うんでありだったのかなとは思うんですが、っていうか見た時デストロンかって思いましたけどね。はい、まあ、ただね、なんていうかな、威厳もまがまがしさもね自分は感じなかったんで、ミルファクの盾はあんま好きじゃないですね。あとまあラス・アルグール・ゴルゴニオの技なんですが、こちらはなんか蛇のオーラを飛ばす技に変更されていたんですよ。まあ、こういう変更点もひょっとしたら往年のファンの方にはマイナスポイントだったかもしれません。ちなみにですね、ロストキャンパスでもペルセウスのセイント登場していたんですが、ここではねデフテロスにね盾を噛み砕かれていたんですよね。なんというかペルセウスのセイント同行よりもデフテロスがやばかったかなとは思うんですが、なんでまあペルセウスのねそのクロスの性能も優秀だとは思うんですが、やっぱアルボル自身もね優れたセイントだったのは間違いないのかなとは思いますね。まあコスモはなんか少なくともダンテたちよりも大きかったっていう、そういう設定があるみたいですし、ということで今回この辺りでですね終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。